刀子は、西尾維新による日本の小説。イラストは、竹が担当。大事は、平田博が担当。全員12話で、作者発の時代小説となる。講談社ボックスのメイン企画、大河ノベルの2007年作品として、清涼院流水、パーフェクトワールドホワット、A パーフェクトワールドと共に12ヶ月連続で発売された。 刀を使わない剣士と、それぞれある一つの能力に特化した12本の変態刀と呼ばれる刀を持った者たちの戦いを描く。各巻末には、対戦相手のプロフィールと、対戦型格闘ゲーム風の技入力コマンドが掲載されている。コマンドを掲載したのは、カプコンから格闘ゲーム家の話が来ないだろうかという思惑からだったが、 そのような話は全く来なかったという。2010年1月から12月にわたり、テレビアニメが放送された。原作小説及びその映像化である、アニメ本編以外に、刀子の20年前、対乱の時代を舞台にした朗読 CD の、大令和巨頭、ヤスリが存在する。この、大令和において、本編で明らかにされなかった、いくつかの事実が語られている。さらに、 刀子の約200年前、マニワアオ軍をメインにした外伝、マニワ語が、登壇者ボックスから刊行されている。その他の外伝として、旅の幕合いを描いた、刀子よは、刀子絵巻収録の否定日目が旅を振り返る短編、物語シリーズとのコラボ小説の、今物語が存在する。外伝を含めた全13巻の累計発行部数は200万部を、 突破している。かつての戦乱の時代。伝説の刀舵、式崎機器の作った千本の刀の所持数の多い軍ほど優勢に戦を進められたという。終わり幕府により国が統一されはしたが、旧将軍は式崎の刀を恐え、刀狩りを行い、988本までも収集した。しかし、残り12本こそが988本を、 試験題にした完成形変態刀であることが判明する。字は、流れ、刀を使わない剣術。巨刀流の七代目当主であるヤスリナナ花は、姉の七身と二人きりで、父六枝の流刑地、不祥事まで暮らしていた。しかしある日、変態刀の収集を、幕府から命じられた、奇策師と亀が、巨刀流六代目、六枝の力を借りるために訪れる。 しかし、六枝はすでに死亡しており、トガメは、元当主である七花に協力を求める。過去に、マニワ川ワや、サビ白兵に裏切られた、トガメの、金や、名誉のためでなく、私に惚れた、愛のために戦う剣士を雇いたいとの言葉から、七花は、トガメのために完成形変態等十二本を集める、旅に出る。各地を巡る二人は、 様々な人々と出会いトラブルに巻き込まれながらも、強大な力を持つ、変態党の所持者や、変態党を狙う組織間には押し軍らと戦っていく。舞台となるのは、終わり時代と呼ばれる、中世の日本で、戦国時代から将軍家の天下統一までの流れ、などは、作品独自の経緯を辿っているが、大まかな歴史や文化などは、史実の江戸時代などに似ている。 物語の原因となる変態党が作られた戦国時代と主人公二人の過去の因縁を作った欧州の反乱が起きた時期物語の舞台となる反乱から20年後に大別される声はアニメ版における担当声優家名将軍家小川人11人衆化、なる将軍家に代々使える小川人の一団それぞれが 完成型変態刀の使い手になり得るだけの技や能力を持っており、第十二話において七花の前に次々と立ちふさがるも、否定比目の策略で使い手と相性の悪い刀を持たされた挙句に加勢を外した七花に全員、秒殺されてしまい、間には押し群以上のかませ犬で終わった。それぞれの変態刀の特性については、講述の、所持者と、 完成形変態等12本を参照。この物語における、カマセイヌ役。卑怯卑を売りにした暗殺専門の忍者集団で、正式名は、マニワオシ軍12頭領。人格破綻者の集まりで、集団行動をしない。それぞれ突出した能力を持っているが固まって動くと、互いの足を引っ張ってしまうため、頭領が12人いる。 棟梁は三人ずつ手を結んでおり、それぞれ鳥組、獣組、魚組、虫組の四組の派閥に区分されている。服装は一般的な忍者のイメージとかけ離れており、覆面はしておらず、装束には袖がなく、主に防具として全身に鎖を巻いている。巻き方、巻く場所は一人数と違う。尖めから刀集めを依頼されたが、 時代の流れで滅びかかっている前庭の里を救うため、変態等の売却で得られる、金目当てに裏切っている。トガメと七花、及び七、三からは、短くていい、可愛らしくて素敵という理由で、マニ、ワニと呼ばれている。実は、色咲き聞きの歴史改ざんの歪みによって生まれた、存在で、本来の歴史には存在しなかった。 剣を全く使わない一族総伝の剣術。刀を使わない剣術と言われているが、実際のところは、海藻のヤスリ一コンが刀を扱う才能に全く恵まれず、子孫も同様だったために武刀となったもの。主に打撃を用いる剣法だが、七花は剣法と言っている。一応、で、刀や足、刀を多用するため、刀を使う武術ではある。 その本当の姿は、色先機器が、完成形変態刀という修作を経て最後に作った刀、完了形変態刀、巨刀、やすりである。巨刀流が、色先機器の遺品であり、色先の血刀であると言われるゆえんはこのあたりにあると考えられる。王義巨刀流には七つの構えがあり、それぞれに王義が一つずつある。王義は四文字で、技は、 花が入った四文字熟語となっている。ヤスリナナ、ミがマニワ蝶々との対戦で見せた、構えない構え。構えることにより、相手の次の動きを読めてしまうナナミにとって、構えるということそのものが無駄であるため、あえて名前をつけるならとしたもの。応用儀式先機器が作り上げた千本の刀。この千本の刀は、 変態刀と呼ばれ、色先機器の予知能力により、未来から逆輸入した技術により制作されている。色先機器が作った千本の日本刀の中でも最も完成度の高いと言われている十二本の刀で、それぞれ何らかの特殊な機能を持っている。一般的な刀の形を知っていないものもあるが、とがめは日本で作られたから日本刀だろうとしている。 完成形変態等12本は1本で国が1つ変える価値があるらしい。切れないものはないとされる、ドンと絶対に壊れないとされる、カンナのように矛盾した特性も存在しているが、このような場合、完成度に優れる後期に製作された側の特性が優先するだろうと、とがめは推測している。完成形変態等と呼ばれる12本の収作を経て、 最後の最後に作られた刀。オリジナルドラマ CD 不問語七花、とがめ七海、否定美よもさエモンが自らについて語るドラマ CD。講段社ボックスとしての発売で、シマリオブックが同梱されている。担当声優は、アニメと同じ。西尾維新、アニメプロジェクト第2弾。2010年1月から同年12月まで、ガーアニメと称し、 毎月1話1時間スペシャルでテレビ放送された。ナレーションは池田雅子。このような特殊な放送形態になった理由をプロデューサーの飛ば洋うは原作が1ヶ月に1回の観光だったため、その月に一度の楽しみというイベント感を出したかった一冊一冊の面白さを最大限表現するためとしている。TBS 系列の毎日放送が 企画協力で参加しており、同局プロデューサーの丸山博がクレジットされている。2010年1月7日に制作会社ホワイト、フォックスより、同作の機密資料が流出したことが公表された。同年1月4日未明に、同社 FTP サーバーへ、第三者によるクラッキングが行われ、内部資料となる、絵コンテや脚本。 キャラクターデザイン画などがインターネット上へ流出したとされる。2013年4月からはフジテレビ、の痛みな他にて放送。同枠では初の旧作にして1時間1作品の放送形態である。このの痛みな版では本放送時と仕様が異なり、オープニングテーマとエンディングテーマ、そして各アニメーションが一新されたか本編は のいたみなの冊しの都合上から再編集されて、本放送より数分短縮され、次回予告はエンディングアニメーション内に内放されている。のいたみな版第7話と第12話では副音声にてオーディオコメンタリーを行った。近畿圏でのネット局は毎日放送から関西テレビへ変更されている。なお、本作の担当広告代理店はクオラスであったが、 のいたみな枠は、電通の保有枠であるため、エンディングのクレジットからは、削除されている。放送前に、前語り、放送後に、後語りとして公式サイトで配信中。どちらも、各話の内容について、パーソナリティが語るという内容。前語り、後語りでパーソナリティは、基本的に共通だが、第4話のみことなる。BD 完全生産限定版。 DVD 完全生産限定版、DVD 通常版の3種類がある。限定版には、西尾維新脚本の朗読劇、大令は巨頭、ヤスリ、各はエンディングテーマ、後語り完全版を収録した特典 CD が付属する。2013年4月24日に発売。特典として限定版には、劇中楽曲集ソレの1、2が同梱されている。 2007年1月9日、第1話絶賀棚、カンナ ISBN978 から4から06から28万3611から、12007年2月1日、第2話残党、ドン ISBN978 から4から06から28万3604から、 32007年3月1日第3話戦闘。ISBN978 から4から06から28万3619から72007年4月2日。第4話を姿な。ハリ ISBN978 から4から06から28万3623から42007年5月8日。第5話続投。 鎧ろや SBN978 から4から06から283,628 28から92007年6月5日。第6話総型な。つや ISBN978 から4から06から283,631から92007年7月3日。第7話悪型な。 ビタ ISBN978 から4から06から283,634から02007年8月2日。第8話はホノガな、ナ。カンザシア ISBN978 から4から06から283,636から42007年9月3日。第9話応答。 のこぎり ISBN978 から4から06から283,639から52007年10月2日。第10話誠がたな。1000ISBN978 から4から06から283,643から22007年11月2日。第11話独当。と ISBN978 から4から06283648から。 72007年12月4日、第12話円奏、10ISBN978 から4から06から283652から4。ありがとうございます。